中村愛のうまコラボ。どうも中村愛です。いや、先週のウィンブライトトップハンデにもかかわらず全く問題にしないいい競馬をしていただきまして見事一着でした。いや、幸先のいいスタート切れております。よかったら皆さんも私中村愛の予想に乗っかっちゃってみるというのもいい手かもしれません。ということで、そんな今週は日経新春杯です。私中村愛の注目馬はこちらです。ドドン、4番アフリカンゴールド。なぜこの馬なのか、まず一つ目の理由いきましょう。こちらです。ダン、この距離2002勝。そうなんです、アフリカンゴールド 2400m 2戦して2勝挙げております。しかも京都の 2400m も経験しておりまして、強い明け4歳世代でも侮れない一頭となっております。そしてもう一つの理由いきましょう。こちらです。ダン、先行して競馬のできる馬。初勝利を挙げてからのこの馬は基本的にはレースを先行して進めています。なので去年のように直線に入って前にいる馬たちだけで決着みたいな流れになったら、この馬の軽いハンデもいけるかもしれません。そして今回4番枠引いております。これはますますありな感じがしております。ということでまとめると、ダン、今回は4番アフリカンゴールドに注目です。馬と未来とのコンテンツ、馬コラボ。高い的中率を誇るコラボ指数は指数上位6位以内の組み合わせが合言葉です。先週行われた48レースのうち、じゃーん、コラボ指数上位6位以内の組み合わせだったのは22レースでした。その中でも、ダン、日曜日に行われた中山6レースでは7番人気、8番人気、6番人気で決着したレースを見事的中。3連単は、すごい、20万超えでした。今週の馬コラボでは日経新春杯の指数をブログ内で無料公開。また馬コラボは馬と未来とへリニューアルして、コラボ指数以外にも気になるコンテンツがいっぱい。ぜひ馬コラボ、そして馬と未来とで検索してみてください。以上、中村愛の馬コラボでした。